めんなさい。泣いたらお腹痛いのに。入院生活最後の夜です。なんか妊娠生活終わったんだなぁと思ったら、嬉しいのか寂しいのか、頑張ったなぁって思って、そして私は急に予定日よりも早く帝王切開になったので、急に妊娠生活が終わって、急に赤ちゃんが出てきて一緒に生活して、いきなりいっぱい覚えることもあって、やることもあって、わーってこの入院生活目まぐるしく進んで、初めて入院したり手術台に乗ったり、赤ちゃんと二人になったり、まだ心と体、心と頭追いつかない中で、大丈夫ですかとか、すごい看護師さんも優しくて声かけとかしてくださって、笑顔で大丈夫ですとか、ありがとうございますって、ニコニコで対応してたけど、頑張ったなぁと、考えが甘いかもしれないし、もっと大変な人もいるからあれだけど、っていう気持ちです。まだ育児もこれからなので、これから大変だけど、なんか妊娠に気づいてから本当にいろいろあったなって、初期のつわりがすごい辛かった時とか、それでも配信頑張ったり、 YouTube、TikTok 頑張ってあげたり、だんだんお腹大きくなってきて自分に自信持てなくなったり、子供可愛いって思えるかなって思ったり、子供は欲しかったんですけど、子供、赤ちゃんを可愛い、好き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 って普段から思うような人じゃなかったんで、もし可愛いって思えなかったらどうしようって思ったり、もしすごい病気で私の妊娠生活、食べ物とかこれでよかったんかなって不安になったり、いろんな感情があったなとか思うのと同時に、本当に妊娠中は周りの人に助けてもらったなと思います。本当に、まあもうすぐに頭に浮かんでる子はいるんですけど、本当に助けてもらって、このご恩は一生忘れない。旦那氏も金銭面的にはすごいサポートしてもらって、この素敵な病院を選んでくれたのも旦那氏だし、本当にこの病院にしてよかったと思うし、素敵な看護師さん、素敵な先生のおかげで
無事に私も生きて、赤ちゃんと一緒に生きてここにいるし、本当にありがとうございます。ファンの皆様も本当に温かい声、 DM コメントくださったり、サブスク入ってくれたり、よかったらサブスク入ってください。本当に TikTok のサブスク入ってください。得しかないですてな感じで、なんかそうそう、まとめると妊娠生活自分お疲れ様でしたって思って、すごく涙が溢れる最終日の夜です。看護師さんにも心配させたくないから泣くの我慢して、もう何もない、もう何も呼ばれない、あの注射があったりとか、看護師さんが来ないタイミングでちょっと一回涙を流そうかなと思って、我慢してました。本当に妊娠って出産って命がけだし、何が起こるかわからないし、計画通りにはいかないこともあるし、周りの人にたくさん助けてもらって、自分自身もそうですけど、赤ちゃんのお世話して、あ、自分もお母さんにこんな風にしてもらってたんだって思うとまた感動しちゃうしホルモンのせいなのか分かんないですけど、まだ自分はちょっと血圧が高くて、好きなものをたくさん食べるっていうことは多分退院後もできなくて、気持ち的には自分をお祝いして美味しいものや美味しいケーキを食べて、おめでとう自分ってよく頑張ったねってやりたいけど、ちょっと体調を第一に過ごしたいと思います。では今からシャワーに入っていきたいと思います。皆さん今日も見てくださってありがとうございました。これからもまた頑張っていきますので、よろしくお願いします。